皆様こんにちは。こんにちは。アニモンでございます。はい、アニモンに新しいキャラが出たんです。ガチャに。この力超ド級。海進かな？海進機？海のね。こいつ。トリティーネ。結構やばいんじゃないですか。強い。5回行きたいと思います。この子めっちゃ強いっすよね。私ね、正確なステータスを見ていないですから、ルックスを。あ、言っていいですか。いいっすよ。バトル開始時に自分自身の、あ、自分自身以外の他の3人のマナをプラス18。え？もうほぼ打てるやん。オクタロッサもたまるんですよ。あ、オクタロッサ16だよね。16ですからね。うん。で、この子自体のスキルが、全味方のスキルマナプラス10。やばいっす。え？俗に言う、あのポチポチ高速周回とかできるんじゃないの？できる。こいついたらできますね。え、すごいね。すごい。それにはあの、あいつが3体ぐらい欲しいね。ん？あの子、あの子、マシュレイダーが。あ、マシュレイダー。そう、マシュレイダーね、やったらもう速攻できますよ。この子の特性とあれで押してしまいました。もう全然いっちゃいましょう。ドン、トリティーネ。この子自体も海ですかね。ガシャガシャガシャ。あ、まあでも獣タイプのプラス5。あもうすでにプラスに合算されてしまった2回目さ、星4で、じゃあ、え、これ5かな？星5かな？あ、闇だから。でも4でいい、4で。ちょっと、ちょっとさっきのはちょっと強くなった。あと3回。来い。トリティーネ。あ、4。お、オクタロッサ2体目。2体目嫁じゃないですか。オクタロッサ、私のアイコンと一緒だ。私のアイコンはオクタロッサだよ、うん、あれ、オクタロッサって2体いたら、うん、強いな。でも十分強いな。強いね。うん、オクタロッサの前にオクタロッサ置いといたらもう次のオクタロッサすぐ毎回打てます。毎回打てる。打てる。バンバン、うん、バーンって3回攻撃するからね、うんうん、最近この子はね、うん、でこれ結構当たりだな、うん、結構じゃないわ、だいぶ、え、めっちゃ当たりだな、うん、やばいな。やばいっすね。この流れでトリティーネドン。だって今んとこ4-4、ま、真ん中に星が埋まってるときはあの爆弾期待できない。ターシュンマ久しぶりに使ってる。ターシュンマ最近使ってないですね。たまに使うときもいますけど、あの反撃が良くて。久しぶりに見たターシュンマ。ラスト1回でございます。でもな、オクタロッサはやばいな、ね、オクタロッサは素晴らしいな。素晴らしい。おーいドン。バラ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 バもうデータ入ってるんですかね。入ってます。もうそこにいる。お、新着モンスターこいつですね。めっちゃ可愛い。あ、強っ。ステータスもめっちゃ強い。高くないこれ。高い。アクアパラダイス、バトル開始時に自身以外のマナプラス18。これはスキルね、あのマナ数重いキャラ結構いるじゃないですか。うん、それ使うのにこの子がいたらもうめっちゃ。ああ、こいつはあのターゲットで出てたペンギンの進化。そうっす。ペンギンの進化。ペンギンとペンギンとは別キャラ。あの進化ではないのか。爆弾じゃないですかね、きっと。あ、本当だ、うん、勝手になんか連動してると思ってた。関係なかった。この子とあの両サイドで出てきた子ですね。ペンギンともう一人、はい、そうっすね、でその二人を
掛け合わせると。なんだロッキンペンギンって誰だ。なんやこのロッキンペンギンって。あ、もう一人のやつだ。あいつか。そもそもこいつか。右上の、いや右上のもう一個のお岩鳥ペンギンみたいなやつ。じゃあこれペンギターや。ペンギター。なんやお前、いっぱい増えてる。あ、なんかいくら寿司って餅じゃなくなった。米になった。米になった。米も米。しかもなんか酢飯だよ。すごい食べたい。寿司食べたくなっちゃった。あ、私も寿司食べたくなった。寿司食べたくなった今すっごいお腹空いてる。聞かなきゃよかった、その寿司食べてよし。いや、さっきのあれですね、ペンドリン、なんだっけ、ロッキンペンギン。ロッキンペンギンをあの育てた時にさっきのペンドリックスになる。うむ、うん、はあ、ただオクタロスさんはやばい。オクタロスさん2体は強いよ。オクタロスさん2体を、いや、ゴムのめっちゃ強いよ、オクタロスさん2体は。強い、強い、強いですね。私持ってないですけど。しかも進化前星4で出ましたよ。またプラス触れる。海タイプ割とね、はい、貯めてますもんね、うん、プラスは。本日は以上でございます、うん、おめでとうございます。コメント欄ではね、あの、うん、もし新キャラ出たという方いらっしゃったら、ゲットしたという方は喜びの声を寄せてください。使い心地などもぜひ教えてください。本日は以上でございます、はい、さよなら。こういったものまで来た。怖い、怖い。水です、水。ジャンボじゃねえかよ。あ、そうだよ、お前。いや、もうみんなそんなこと信じてくれ。娘のことを守ってる。ちょっと待って。あ、そういうことなんだ。金やむなく待ってる。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。